奥さんともっと話しこれ現実だ。その中から親に選んでもらうのは。親コンプレックスがよ、お前人生は一体どこにあるんだ。は、なんか俺ネタバレされたの今。早すぎだ。俺勉強になりませんね。これ本当に N1 なの？はい、イージーで笑った。いいね。ああ、そういえばなんか、俺、JLPT のさ、あれやってみたいんだよな。N2 聞いてみますか？問題1では、まず、質問を聞いてください。はい。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。はい。1番。女の人と男の人が話しています。はい。女の人はどうしますか？大変です。部長が突然倒れて動かないんです。マジかよ。それは大変だ。どこにいるの？廊下の真ん中です。救急車は呼んだ？ええ、心臓に AED を使って電気ショックを与えなきゃ。マジか、それ19万ルーブル？休憩室にあるはずだから持ってきて。AED 使える？いいえ、高橋さんと山田さんが使いますが。山田さんは高橋さんと山田さんか。マジか。僕は高橋さんを探してくるよ。オッケー、お願い。OP室かもしれません。わかった。じゃあ急いで。これはまあ AED 取りに行くんですよね。女の人はどうしますか？ AED 取りに行って、高橋圭という方とイチャイチャしに行く。2番です。N1 でやってみようか、みんな。質問を聞いてください。問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。はい。1番。家で妻と夫が話しています。はい。男の人はこの後、まず何をしますか？まずですね。ねえ、隣の東市が、医療費無料を高校生にまで引き上げるそうよ。いいなあ。うちの市は中学までだったね。子供が2人もいて医療費がかかるから引っ越そうよ。でも他のサービスもあるでしょ。ゴミが有料だったらもっとお金がかかるわよ。そうだな。子供手当の額も地域によって違うって話だよね。じゃあ調べてみるよ。それで比べてみていい方を選ぶの？そうだよ。だけど引っ越しって大変よ。子供たちが反対するに決まっているわ。まだ小さいんだから聞かなくてもいいんじゃないか。やべえやつ。それはダメよ。子供も子供の世界を持っているんだから。そう、子供が嫌だと言ったらやめてね。ここは公園も図書館も近くて環境がいいんだから。やべえやつだ。じゃあそうするよ。男の人はこの後まず何をしますか？子供の意見を聞いてみると決まってるんです。これ2番ですね。5番、それとも、まあ、離婚もある。奥さんともっと話し、これ現実だ。でも子供の意見って、現実性の問題を、まあ、まだちょっとそんなに考えられないかもしれない。まだガキだからなって。もうちょっと話し続けるのありじゃない？これ4番全然ありでしょ。じゃあまあ、そう、求まれる選択肢は2だけどさ、リアルな話になったらこれ4番でしょ、絶対。学校で理事たちが話しています。はい。これからこの学校は、どんなことをしますか？どんなことをしますか？はい。東大の入学者数の上位高校のランキングが昔と随分違ってきましたね。いらないデータですね。昔は底辺校だったのに、今は上位にランクされている学校がいくつもあるからね。そうだね。そういう学校はどうやって優秀校になったのでしょうか？縛ってるでしょ、学生を。優秀な子を集めてきたんだそうだよ。その子たちがいい大学に入れば、あとは自然に優秀な子が集まってくるということですね。そうだよ。そうなの？でも我が校にはそんなにお金はないから今いる子を頑張らせるほかない。何、お金関係あるの？それじゃあロビーしてるって。できる子だけを集めて特別進学クラスを作ったらどうですか？おう。できる子じゃなくて意欲がある子を集めた方がいいんじゃないか？それならいっそすべてのクラスを能力別に変えた方がいいんじゃないですか？やばいな。だけど一番下のクラスがやる気をなくすからやっぱり一クラスだけでいいよ。じゃあやってみます。やばいなマジで。これからこの学校はどんなことをしますか？まず4は違う。あー、お金ないから1番は違う。2か3なんだけど、3じゃないですか。やべえ、君たち日本語マジ下手でちょっと笑った。女の人と男の人が子供の名前について話しています。子供の名前ね。二人は子供の名前をどうやってつけますか？キリリングヒット。この子に可愛らしい名前をつけたいわ。女の子の一番人気ははるなちゃんだって。はるなちゃんね。名前は親父たちもいくつか考えているようだよ。親父。自分たちでつけたいわ。そう。名前は子供への最初のプレゼントなんだから。そうなんだよ。じゃあ良さそうなのを3つ作って、その中から親に選んでもらうのはどうかな。親コンプレックスがよ。それなら親、これも親、あれも親、全部言われて、お前人生は一体どこにあるんだ。英語の名前から選ぶのはどう？ナオミとか。英語と共通の名前は平凡なのしかないよ。やっぱり生命判断の本を買ってこよう。そう。じゃあその中から可愛らしい発音の名前を探しましょう。いいね。音には気をつけなきゃ。サイコなんかアメリカで変な名前だと驚かれたって。確かにサイコね。サイコは精神異常とか良くない意味ばかりあるから日本語では美しい名前なのにだから名前を選ぶ前に発音はチェックしよう。そうしましょう。そうしましょう。え、終わった？2人は子供の名前をどうやってつけますか？で終わりなの？1番、3つの名前を作ったら、チェックも選ぶのも親にしてもらう。1番、合ってる。2番、本から名前を選んで発音を確認して、自分たちで好きな名前を選ぶ。3番、3つの名前が変な意味でないか、両親に調べてもらってから選ぶ。違う。4番、チェックした3つの名前から、両親にいいものを選んでもらう。これ何これ？何番？多分2番ですか？ 4 じゃないの？おじさん何ですかこれ？俺4だと思います。結局何番ですかって。わかんない。教えてくれない？これ日本語の先生だけど発音ちょっと聞いてみますか？名前、영어하고、영어와 공통의 이름。영어하고 발음이 같은 그런 이름 있죠。이런 공통의 이름은、やっぱり生命判断の本を買ってこよう라고 했습니다。역시、선택과 기회는 특히 기회면気をつけなければならないよ。注意は。うん、わかんないですね。他のやつ見ようぜ。結構勉強になるな、これ。日本語能力試験聴解 N1、これからN1の聴解試験を始めます。かかってこい。問題用紙を開けてください。開けました。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。はい。問題がよく見えないときも手を挙げてください。はい。問題1ではまず質問を聞いてください。はい。1から。はい。では練習しましょう。はい。例、女の人が新しい製品の企画書について男の人と話しています。女の人はこの後何をしなければなりませんか？女の人ですね。課長、明日の会議の企画書見ていただけたでしょうか？うん、わかりやすく出来上がってるね。ありがとうございます。ただ、実は製品の説明がちょっと弱いかなって気になってるんですが。そうだね。でもまあ、この部分はいいかな。で、この11ページのグラフ、これ、ずいぶん前のだね。あ、すみません。じゃあ、そのグラフは変えて、あ、それから会議室のパソコンやマイクの準備はできてる？そちらは大丈夫です。大丈夫です。女の人はこの後、何をしなければなりませんか？女の人ですか？データを新しくする。3番です。グラフがだいぶ前のやつらしいです。これやり直すしかないです。洋服の店で店長と女の店員が話しています。女の店員はまず何をしますか？森さん、僕これからちょっと出かけないといけないんだ。よっしゃ。その間、休みだぜ。よろしくね。はい。今お客さん少ないから接客の方は斉藤さんに任せて。森さんは売れた分商品を倉庫から持ってきて。ちょっとなんで私ですか？その前に桜店に送ることになっている商品をいつものように送っといてくれる？それならさっきしておきました。ああ、優秀だね。あと手が空いたらダイレクトメールの発送の準備もよろしくね。はい、今度のバーゲンのですね。は？なんか俺ネタバレされたの今。むちゃくちゃ分かりやすく1位で出たけど。商品を補充する。桜店に商品を送る。これはやっときました。ダイレクトメールを発送の準備をする。店で使用する飾りを作る。ああ、一番ですよね。はあ、先生を怒らせちゃったみたいなんだよね。困ったなあ。え？どうしたの？いや、それがね、先生に頼まれた資料、昨日までに渡さなくちゃいけなかったんだけど、昨日か。色々あって渡せなくて。じじい、それで怒られちゃったの？うん、それで怒られたっていうより、おととい授業の後飲み会があってねついそれを持ってっちゃったんだけど、飲みすぎて寝ちゃって忘れてきちゃったんだよねやべやつ。じゃあなくしちゃったわけ？いや、出てはきたんだけどね、先生がなんでそんな大事な資料を飲み会なんかに持っていくんだって。当たり前。まあそりゃそうよね。この男の人は先生がどうして怒ったと言っていますか？早すぎだ。出るのか。俺もまっすぐ止めたのに。だと言ってこの男の人は先生がどうして怒ったと言っていますか？無理だろこれは。飲み会に資料を持って行ったから。ピンポイントで質問終わって止めたらまっすぐ出てますけど、これ勉強になりませんね。もう問題1番。1番、会社で男の人と女の人が話しています。はい。女の人はこの後まず何をしますか？田中さん、この間の企画の件なんだけど。はい、課長。君の企画でクライアントに提案することにしたよ。はい、ありがとうございます。いいね。それで見積もりをちょっと直してもらいたいんだけど。どの部分でしょうか？営業管理費 10% をつけてほしいんだ。それと印刷費の部分、総額はこれでいいんだけど、紙の単価を下げてほしいんだ。はい、承知しました。営業管理費については、プレゼンの後に西田先輩が指摘してくださって理解していますので、すぐに修正できます。印刷費は単価を下げるということは、数量を増やすということですね。そうそう。じゃあ、修正したもので進めていこう。早急にメールで送りますので、一度ご確認いただけますか？ああ、それはもちろん。見積書が上がったら、一回西田さんも含めて担当の振り分けを整理しよう。クライアントに提出するときには私のハンコも必要だから忘れずにね。はい、わかりました。は？女の人はこの後まず何をしますか？まず何をしますか。3人で打ち合わせをする。見積もりの単価を見直す。見積もり書にハンコをもらう。見積もり書をメールで送る。2番です。単価を 10% 下げるために、その分資料をなんか増やすって話したんじゃなかったっけ？これ頭の問題じゃないの？もう。よし、2ですね。この動画いいっすね。電話で男の人と女の人が話しています。電話でね。女の人は何に困っていますか？桜不動産管理部門川口です。はい、川口さん。すみません。桜マンション101号室の上田と申します。はいはい。玄関のドアのことでご相談があり、ご連絡しました。上田様、いつもお世話になっております。どういったことでしょうか？実は数ヶ月前から玄関のドアの調子が悪く、ドアを開閉するときにキーキー音が鳴るんです。音ですか。音が鳴るだけなら大した問題がないかと思って様子を見ていたんですが、先週あたりから鍵を閉めるときにドアをしっかり押し込まないとうまく閉まらなくなって、さすがに見てもらった方がいいかなと思いまして。そうなんすか。そうでしたか。それは早急に確認が必要ですね。ご自宅に担当のものを行かせますが、本日はずっとご在宅ですか？はい、今日は一日中家にいる予定です。はい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 。かしこまりました。では本日午後2時頃に担当の者がご自宅へ伺いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。これは正解は3番です。で3番で、1週間後またこの不動産に電話が行くんですけど、多分1番の案件でまた連絡しますね。ドアが開かないです。閉めすぎてもう開けれない。だから3番から行って1番になるビルドアップですよね。まあ一応3番です。何に困っていますか？これ本当に N1 なの？はい、3番。問題3。問題3では、はい、女の人が話し、1番。ラジオの番組で女の人が話しています。来た！皆さん、こんにちは。南です。はい、毎週土曜日の朝、友人とホテルでゆったり優雅に朝食をとるのが私の楽しみなんですが、今朝の新聞でホテルカサブランカがサービスアパートメントを始めるというニュースを見ました。カサブランカといえば日本随一の高級ホテルと言っても過言ではないですよね。ですか。サービスアパートメントは一言で言うとホテルで暮らすこと。ホテルの一室をマンションやアパートのように契約して暮らすんです。もちろんホテルのようなサービスもついてくる。マンションとホテルのいいとこ取りですね。都会の一等地にある高級ホテルが自宅だなんて憧れませんか？ですね。ではちょっと贅沢な気分になったところで本日の1曲目をお届けします。新 BGM の香り。え、何ですか？女の人は何について話していますか？ホテルの話で決まってるでしょ。1、贅沢な休日の過ごし方。2、高級ホテルの新しいサービス。2、3、マンションやアパートの利点。4、何これ？日本の高級ホテルの特徴。2番でしょ、もう。あれ、俺 N1 に行けるかもな。いいんじゃない？ラファエロ、ダヴィンチとくれば、その次はレオナルド。1、私は行かないことにするわ。2、ミケランジェロかな。3、2、世界的に名の知れた画家でしょ。はは2、いや2番、色といいデザインといい文句のつけようがないですね。うん、1、どんな点がお気に召しませんでしたか。2、いえ、遠慮なさらずおっしゃってください。3、気に入っていただけて何よりです。3番。いい字で笑った。いいね。これで懲戒試験を終わります。え、マジ？これで3問題以上当たったら JLPT N1 合格の可能性があるらしい。いや、頑張ってやろうかな、ちょっと。俺 JLPT の問題はですね、ちょっと自分で書かなくてもいいから、選択肢を選ぶだけなんで、1から4の。だから自分で漢字を書くときはないですもん。だから N1 持ってる韓国人って結構収容あるって俺聞いたけど。頑張って N1 取ろうかな、ライセンス。話すスピード結構速いよね。ああ、そうかな。だから俺は仲間の配信者たちの喋り方に慣れてるからな。なぜかそれよりなんかみんな発音もなんかキレキレだし、わかりやすいんだよな。